アリゲーニー軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部西に位置する軍である。ロアノーク地域としては最北にある。2010年国勢調査での人口は16,250人であり、2000年の12,926人から25.7%増加した。軍庁所在地は独立市のコビントン市であるが、同軍には含まれていない。 現在アリゲーニー軍に含まれるクリフトン法ジの町は2000年国勢調査の時点で独立市だったが2001年にその認証を返上し町として再法人化された。上記の2000年の軍人口にはクリフトン法ジの人口が含まれておらず、それを足すと17,215人となって軍人口は2010年までに減少したことになる。 以下では必要に応じて、クリフトンフォージのデータを含めたものを記す。アリゲーニー軍は1822年1月5日に、ボトトート軍、バス軍、及び現在は、ウェストバージニア州に入るモンロー軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、軍が位置するアリゲーニー山脈から取られた。南北戦争の時、南軍の総交艦 CSS バージニアに使った、鉄は、 軍内のロングデール用航路で製造された。アリゲーニー軍で編成された連隊は、アポマトックスコートハウスで、南軍が降伏した現場に居合わせた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は446平方マイルで、あり、このうち、陸地445平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.23%である。 2001年にクリフトン法事の町が軍内に戻った。あとは、軍域全面積は449平方マイルで、あり、このうち陸地448平方マイルとなり、水域面積は変わらなかった。水域率は0.22%である。全国的な旅客列車を運行するアムトラックが、コビントンから12マイル離れたクリフトン法事の駅で停車する。 カーディナル号が運行されている。クリフトン・フォージには CSX トランスポーテーションの機関車燃料補給施設もある。主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アリゲーニー群の経済はコビントンで板紙工場を創業するミードウェスト米コの影響が強い。同社はアメリカが主国先海岸では第二位であり。 ロームーアには、押し出し加工施設もある。アリゲーニー軍とコビントン市は、住宅市場価格が低いことで知られている。バス軍のザ・ホームステッド、レキシントン市、ウェストバージニア州、ホワイトサルファースプリングス市のグリーンブラや、同じくウェストバージニア州のルイスバーグ市まで、車で45分、ロアノーク市まで同じく1時間と近接している。コビントン市には、 ランバージャックスというバレーベースボールリーグのチームがいる。コビントン市は、軍庁所在地であるが、独立市であり、アリゲーニー軍には入っていない。軍内には、高校1校、中学校1校、小学校5校の公立学校がある。他に州が管理するジャクソンリバーガバナーズスクール、技術訓練所である、ジャクソンリバーテクニカルセンター、ダブニ S ランカスターコミュニティカレッジがある。 ありがとうございます。